の大阪経済大学っていうところだけだよ、はい、おーおー、僕学部ですよ。あ、マジですか。言っても何年前やねんって話だけどね。いやいやいや、そんなそんな。ほんでフィッシャーマンドワーフ行ってきました。あ、行ってきました。おお、なるほどね。で、なんかあのクラムチャウダー、おお、はいはいはい、出て、ちょっとでかすぎてもう7割ぐらい残して口きましたあれ多分全部食べてたらもう今日カツさんとかも全部食べれないんでちょっと申し訳ないなと思いましたけど残しましたまあ大丈夫でしょこっちは残してもいいような分かな。そうそうそう、全然。あ、そうなんですね。大体もうあのそれぐらいの量出して家に持って帰るのが。ああ、だからなんですか。なんかみんなカップをみんなもらってて、それで。そうそうそう、大体大体も持って帰るみたいな。ああ、別に残しても失礼じゃない感じ。全然とりあえず絵のとっとけみたいな感じで。ああ、そんな感じなんですね。であの富裕層が結局多いから、年にね、4回とか5回とか日本に出張行って、もう我々でもあのなんていうのかな、食べられへんような店とか行ってるから、変なもん出せないみたいな。で、知ってるんですね。そう、めちゃくちゃ知ってる。でも中国系の人なんかね、日本に家持ってる人も多いし、だから下手なんですね。そうなんですね。ねえ、今みんなやばいぐらい知ってるよね、寿司ね。日本人よりも知ってますよね、寿司は。本当に。そうそう。日本人ってほら、寿司食べるんでもね、3ヶ月に一遍とか、2ヶ月に一遍とか、大体さん。それはもう週1とかで食べはるから。うん、うん、では今からカツさんのコースが始まります。The first course is that 白魚 is a baby ice fish yeah, red miso soup with the black pepper from 京都クローシチ Japanese baby ice fish red miso soupいや、これもこっちでできたらいいですよね。そうなんですよ。ね、ビザの問題がね、後でいろいろあれ。それはもういろんな人でやっぱ言われますね。一番それが大変ちゃうかっつって。まあ抜け方もあるけど、まあそこがね。あ、それもだから勝さんにいろいろ聞きたいなと思います。そうそう、うん、何でもあの聞いてほしいなと。いえ、ありがとうございます。ほんでほら、YouTube で言うてたとか、ほんまにもうあの。めちゃめちゃいろんな話あるでしょ、これしてたら、こういう人。あの最近のやつ見てくれたんですか。まさしく俺もそうやな、みたいなね。もういや、なんかね、100くらい話だったら、1個ぐらい形になっていくかどうかみたいな。ああ、やっぱそんなレベルなんですね。ノブおった時なんかもしょっちゅうね、なんか。ああ、そうなんですか、やっぱり。こっちの人もそういう話しはるんですね。めちゃめちゃ好きやからね。ただあのまとまっていかへんっていうね。ああ、そうなんですか。それなんかお互いが別にちゃうなみたいなのになるんですかね。うん、結構ねギリギリで飛んだしたりとか。そうそれちょっと怖いですね。ちょうど俺も同い年ぐらいに会ってそういう話が展開しました。はい、うん、これもずくと魚もかかります。日本じゃないですか。This is a tsubu conch, baby tsubu conch from the Hokkaido, Japan. The white things under the knees, just a sock. So please do not do that. All around, just a sock. I think that's the tiny one. Paste on it. And the brown one is the Japanese watermelon pickles or narazuke. And then Japanese watermelon pickles brown.最近ちょっと増えたかなって思いますけど、うん、もう香港のお客さんばっかりなんですよ、うちの店。香港の方ばっかりですごい嬉しいですよ。これ
その香港 の, その YouTube の人が、そうです、グルメの、はい、美食家の方が、ね、多いですよね。クッキングルームっていう方が、クッキングルーム、はい、クッキングルームっていう方がその、うん、これジャパニーズネームです。ジガラシマスター。本当はいや、マスターが from the 福井プリフェクチャードライエイジングですか。そうね、今日でまだでも8日目ぐらいですね。ほんまに日本の寿司屋以上の質と何か品物が出てきますよね。すごいですね。変なの使うとすぐバレてまうんでね。はあ、やっぱりその僕海外一回も行ったことなかったんで、そのやっぱり寿司ってやっぱり日本やろって絶対思ってたんですよ。まあね、もう全然結構みんな頑張ってますよね、他ね。ものすごく。逆に日本で期待して今回も 2,3 軒行ったけど、そんなんか。いや、ほんまに思いますそれ。こっちの方が美味しいですもんね。みんな頑張ってますよね。やっぱ1個イワシでいきます。多分 高い魚を豊洲から入れてるから、うんうんうん、間違いない。ほんまにマジでいい魚ですよね。間違いない。この間のその715の金目鯛もそうやったんですけど。高すぎるですけどね。そんな高いの魚。あの肝、一腹で。うん、500ドルぐらい。500ドル。もったくり買っちゃう。500。This is complete. This is under the. サバのボタンみたいな。愛媛のサバリプリス3番目。そう。愛媛。ちょっとうまい。日本だねになります。まずそう、なんでまた福島やったんですか。2万円単価取れる場所が福島やったんですよ。三宮になってます。あ、やっぱ三、みんなやっぱ三宮なんですね。アブラボーズが入んねんて。何番付け食べ過ぎた赤いやつね。I love it. Yeah. アテンドの人がフロリダがいいよって言ってくれてるんですよ。He's one of friends, you know that. Recommend him. Yeah. 言ってくれてるんですよ。He's one of friends, you know that. Recommend him. Yeah. Yeah. 標準を合わせるってことですか。車椅子の弱者に合わせてね、いろんな意味で。へえ。社会的弱者や。じゃあ車椅子の方もたまに来られるってことですか。来れます。はあ。で、必ずあるのシール貼ったりとか車椅子専用の。へえ。そんなん絶対知らないですね。うん、
なかなかね、で結構みんな痛い目見て、不動産屋は、あ、行けます行けますって、ほら、ね、もう動かさんと、動かないから、あかんかった、あかんさ、じゃあ、無責任もですぐ売りますわ、まだ強いって、もうめちゃめちゃ多いですよ、例のは、もう、悪徳、不動産とか、99% 信用できんと思ってた、そんなん、僕 100% 騙されるじゃないですか。右側が海のタコで、左側が当て出しなしにウニが乗ってドライ味噌って言うの。ウニのタコス。おもろいなぁ。ノブチックにね、やってる。すごい。アメリカの人って食べるの早いですよね。めちゃくちゃ食いますよね。日本人はね、のんびりのんびりして ね, ねえ。すごいな。お腹いっぱいじゃないんですね。よく言これ何ですか。それラズです。あの下の葉っぱはあのデコレーション、シロップにつけてます。ラズベリー。なかなか日本のねお寿司屋さんではね出てこないですよ。しかも合いますね。合うんですよね。これ発想がないですからね。Oh, coming for us. Noni ga umai to. Kuko. これ王道のナパンの。手頃で美味しい。ナパカレーで手頃なんですね。そうですね。日本で言ったらめちゃめちゃ高いじゃないですか。日本はやっぱ倍で、あのそうっすよね、倍ぐらい跳ね上がってる。マジっすか、うん、やっぱこっちだと安いっすか。安いっす安いっす。こ日本円で言ったらその5000円ぐらいなんで、ナパのねお膝元なんでね、 LA 行ったらねここまであの揃ってないんですよ。客に近いじゃないですか。へえ。みんな休みのたびになんかナパ行ってなんかワイン飲んでみたいな。へえ。そうそうそう、近い、1時間だね。やっぱ、こっちの人ってワイン好きなんですかね。ワイン好きですか。LA はでもね、お寿司とワイン飲むけど、この辺の人、一切飲まれて。何飲みはるんですか。ウイスキーとか。日本酒。日本酒すごいな、日本酒飲めるんですね。確かに確かに。日本酒のモニア、はい、ありがとうございます。スイーキール、もちろんか。すごいな、アメリカ来て初めてのウォシュレット。あ、トイレほんま感動する。アメリカ来てまだ6日目ぐらいやけど、ウォッシュレットってマジでないから、こんな綺麗なトイレ初めてや。すごいな、マジかっこやわ。最高やな。全然全然。いやもうトイレ感動しましたよ。僕で感動するってことは、ジャパニーズ電車の看病カンピョンが食べれるねん。カステラエッカルソン、ジャパニーズエッカルソン、これはシュリンプのスカロフみたいな。
Thank you so much. ここでも2年かかるの工事。3万点の辺でも1年ぐらいかかったかな。何がぐらいか、あの大工がレイジーとかじゃなくて、はい、結構こう見に来るいわゆる検査員の人が後編とか2ヶ月先しか無理とかあの忙しくてみたいな。忙しくてそんな理由で。そんな理由でいけるもんなんですね。そうで、やっと来てくれたら、こことこことここは違うって、ちょっと人によるけど、機嫌悪かったりしたら、これ全部直さない。で、次に来てくれ、早く来てほしいんだけども、から焼き払ってるから、いや、1ヶ月後、そっか、から焼きも払う。もちろん、2年から焼き払う。2年から焼き払うんですか。すごいな。そんな大阪やったら本気出したら3ヶ月後とか店そう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 やろね、多分ね。犬木なんかパーンって枯れたら、そう、アメリカにそれができるんですよ、だから。へぇ、じゃあほんなら急いでちょっとせめて4ヶ月後にやってくれへんとか、そんな無理ですよ全然無理ですよ、ここは。そう、日本やったらね、もう徹夜でちょっとやってやな、みたいな、無理してんのみんな徹夜でマジでやってくれるじゃないですか。ちょゴールデンウィークまでに絶対やってほしいかなみたいな。そうそう、ちょっと頑張ってくれみたいな。全然いやー、空家賃払う期間がでかいのがやばいですね。そうだから、そこで潰れるとめちゃうんですよ。そう、潰れるでしょ、そんな。めちゃめちゃだって収益が出ないわけじゃないですか。そうでも家賃がその100ドル、150、200ドルとかいっぱい、それで4人で来るやつがいっぱいいるし、それもなんか社会問題ですね。まあ、それでもそれはやっぱりこうこれをしとかなあかんよね、やる前にね。おお、やったことある。あのシャリのあれ、シャリなんすか、あれ、あのワンドのシャリ、あれ、あのごっつい水少ないやんか。あれやって、はい、俺もマーチャー、秋野のマリオのマーチャーも、これで炊けるんかっつってやりたいっつって、はい、じゃあ持ってきますわとか、ベジヤ持ってこいっつって店でやって炊けるなあ、炊けたんですかそう、あの分量で。へえ、すごい分量でやってんねんなと思って。うちあれっすね。そう俺のあのこのあれじゃん、びっくりして。で、あれ炊けて、あ、炊けんねんなと思って。僕も最初マジビビりました、あれ。あれどういうリソースを取ってくるの、どっからそういう色なのか。いや、なんかその食べに行った時に、ここのシャリ硬くてうまって思った時に、そのシャリだけもらっていいですかってシャリだけもらうんですよ。シャリ食べた時に、
あ、この硬さかってなんか覚えといて、いや俺もそうなの感心するな。で店持って帰った時にうちは全然柔らかいやんと思って、ってことはとりあえず一回今の水分量の半分にしてみようみたいな、半分長かったら半分のさらに半分戻そうみたいな、うん、でそれでも長かったらそのこっちからまあ半分、まあなんか3回ぐらいやったらいけるやろと思って、半分やったらもうバキバキでめっちゃもうこれ、うん、タイライスみたいなってねとかあって、でもミシュランでもギリシに残ってる店多いよね。そうですね、まあ、ギリやな、今回その青山もギリやなと思ってここまで攻めて、まあ、日本人やったら分かるけど、あ、海外の人って、はい、これアンクックないのかなと思って、いや僕その今回出張してこっち来た時はいつも水分量も、まあ、70cc で、うん、いつもの水分量なんですけど、いちごに対して 100cc でやりました。柔らかく調理しました、はい、多分海外にとって置いてすぐ食べへんやろなと思ってますよ。案の定やっぱメキシカンみたいだったんで、うちが最近減らしてるけどこの前言われて硬すぎるって、まあ、置いてるからやんけ、そうそう置いてるからね、ほんまたった1分とかでもう1分20分でも違うね、全然それってやっぱこっちの分が握りも塗った後にも分かる、このドワーッと汚い感じだから染み込んでいく感じ。そう、今日のお客さん全員サッと食べてましたね。今日ありがたかった、今日のお客さんはね前半が結構前半が重かったから、結構そんなんあるんですか、ね、そんなんありますね、え、だから母さんちょっとカットしますそう日本やばいんじゃない、日本やばいんじゃないじゃあこれ家族だけに見せておきますここはなんかダイニングバーみたいな感じですか。そう、僕はユーロカーって結構カルボネーで幅利かしてる、ホワイトネイルっていう、ちょっとただこれでかすぎなんすよ、いちいちそのさっき食べたクラムチャウダーとかも手のひらサイズやったんで、でかすぎんすよね、いちいちアメリカ稼げる金額もでかすぎますけど、出てくる金額もでかいね飯もでかいしドリンクもでかいし、すごいっすねもう誰一人歩いてないっすね、こう昼間は歩いてるんですか。めちゃめちゃ人乗る。毎度降りです。緊急事態発生で携帯なくした、はい、今サンフランシスコに行ってるんですけど、まあその昨日カツさんっていう、お寿司屋さんでそのカツさんと一緒にまあ飲みに行かしてもらって、でバー行って、でそのカツさんの1号店目の店レボンで、でまあウーバーで帰らせてくれたみたいだけど、これカツさん見たら怒るかな、もう帰った覚えてなくてどうやってこのホテルに戻ってきたのか覚えていない、はい、あーいって感じやけど、でパッて朝起きたらまあとりあえずえってなって、あ戻ってきてるわ、え財布とか落としてないかなって一番本能的に感じてんのな、カバンパーって見たら、あ財布あるよかった、パスポートもあるわ、え携帯ないやんってなって、携帯ブーは探してんけどもうどこにもないと、でこっちで携帯なくしてたらマジやばいわけやん、要はだってその飛行機のチケットとかも携帯に全部入ってるし、でいろいろ連絡取られへん、これほんまの緊急事態やとか思って、その入国審査の時にパスポートの名前の小森正也っていうのと航空券の名前が正也小森になってて入国できへんっていう、そんなことよりもピンチやなと思ってやっぱ思ってどうしようってめっちゃ考えた結果、でまあ見るとこれ英語喋られんからスタッフにその携帯なくしたとか言ってもそんな知らんわって言って終わるわけやんか、
で、そういや俺、Mac あるわと思って、パソコン持ってきてね。で、パソコンで携帯の位置を調べたら、まあまだ電源ついてて、まあ携帯はあると。でから、とりあえず勝さんに連絡しようと思って、助けてくれる人も勝さんしかおらんから。で、勝さんに連絡したら、ほんま奇跡中の奇跡。その昨日、2軒目の、言うたら、勝さんとこの1号店の店の目の前に落ちてたらしい。まあ、勝さん曰く、その、勝さんの店出て、ウーバー乗るときに落としたんちゃうかみたいな。で、それを朝出勤したときの従業員が拾ってると。で、今店にありますみたいな。そんなことあるか？日本でもないわ、そんな。しかもこっちなんか iPhone でやっぱ高価なもんやから、拾った瞬間もうそのままパクって、打って、はい、バイバイみたいな感じらしい。勝さんも言ってたけど、ありえへんって。でも、何し、携帯は見つかったの。で、今からまあ、ウーバーで行くねんけど、マジ考えられへん。日本でもこんなありえへんよな。で、俺は一生分の運を使い切った。最悪。最悪なんか最高なんかわからんけど。なんし、今から携帯取りに行って、復活させます。で、俺まあ、とりあえず仕事もあるかなと思って、一応パソコンもできてんけど、これパソコン持ってきてなかったら、そんなん考えたらもう、やばすぎるわ。怖すぎる。話今から、携帯取りに行ってきます。はい。はい。ってことで、今からタクシー乗って行くねんけど、パソコンなかったらマジでやばかった。だからこれで、タクシーのおっちゃんに、ちょ、ここ行って、言うて。で、タクシー乗り込んで、行ってきますわ。このパソコン持ってなかったら、マジでどうなってたよな。まあ、そんな考えるだけの声よ。とりあえず行ってきます。どういう。Yeah, it's okay. No more. Yeah. Thank you so much. なんとか行けそう。耐えた。結局耐えんねんな俺。知らんけど。はい。まあ、携帯手に戻るまでは耐えたって言わないな。まあとりあえず、なんとか場所まで行けそうなんで頑張ります。はい。今この忘れてる場所に着きました。で、これ青信号で合ってんのかな？合ってな。で、タクシー乗ってんけど、携帯いないから、まあ、とりあえずクレジットカード出したら、チップで35ドル取られた。ぼったくられたわ。いやいや、やりすぎやろみたいな。20%、まあ、タクシー代が70ドルぐらいやってんけど、まあ、なんぼ多くても、まあ、20% やんか。で、まあ、14ドルとか、まあ、15ドル、20、それぐらいかなと思ったら、勝手になんかピッピッピって操作されて、35ドル取られました。なんでやねんって思ったけど、まあまあ、正味自分が悪いし、まあ、ええわ、思って。で、とりあえず、この場所です。カツさんとここの場所で、寿司丸山っていうところで、飲んでて、でここら辺に携帯が落ちてたらしい。でそれをここの従業員の人が拾ってくれて中にあるらしい。とりあえず行ってきます。ゲットメン。あーマジでヒヤヒヤした。ありがとうございます。カツさん、カツさんにほんまに感謝です。カツさんとこの目の前で、俺の携帯電話を拾ってくれた方に感謝ですね、ほんまに。あーマジでどうなのかと思った。これ携帯いなかったけど、日本下手して帰れてないからな。連絡取りようないし、あーなんか疲れたわ。マジで冷や汗もやね。いやでもその連絡を取り合ってくれたまた勝さんにも感謝するね。マジで勝さんはなんかマジで終わってた。おーマジで起きた瞬間 Oh so crazy ってなったわ。でもなんとか、携帯戻ってきました。ありがとうございます。